なんかいい、なんか漏れるというか似合ってるんじゃないかなと思ったんですけど、うん、どうだろう分かんないです。私的にいいかなと思ったんですけど。髪飾りにゃんです。今日はメガネじゃないよ。風がどんなかったからオタクも楽だったよ昨日がね、昨日のラグーナさんがすごすぎたのでね、昨日も来てくださって今日も来てくださった方もねいてくださって結構いらっしゃってありがたいなと。でそして今日もね本当に寒くて、なんかあのステージのところは結構日が当たらないね感じでしたもんね。日陰だったからより寒かったと思うんですけど、皆さんもありがとうございます。昨日よりは全然暖かかったね。昨日はちょっとやばかったですね本当に。電車寒そうだから大丈夫だった？でもあのゆるトークの最後らへんは、ま、なんか足がね本当に足が特に冷えるんですよ。ベンチコートもあの下らへんはあんまないじゃないですか。そうだから足が結構あれですね、来てましたやっぱでも皆さんの愛でね温まりましたよいや本当にグループトーク会だとね、私のファンの皆様もめちゃめちゃ嬉しいですし、スケのファンの方もすごい優しい方がねたくさんいらっしゃるから、こう私推しじゃない方もともねすごい楽しくお話しさせていただけて、はい、楽しい。今日はですね結構7、8曲ぐらいあったのかな。でも今日は5曲ぐらいでちょっともっともっと披露したかったなっていう思いでしたがでも人数が半分に分かれてのホログラムは初だったので、なんか新鮮だったんじゃないかなってとりあえず会いに来て幸せにゃんでした。にゃんこでした。いや私もですよ。しかもねめっちゃ目合いましたよね。ねもんじゅさんタピオカ抜きにしたのね。わら。はい。でも本当に美味しくてびっくり。なんか久々めちゃめちゃ久々に飲んだんですけど、美味しかったです。でなんか甘さとかいろいろレベルを選べるからいいですよね。衣装着れたよ。よし今日着たよ。こや見れてよかった。可愛かったよ。ありがとうございます。衣装本当に好評で、はい。可愛いですよね。ね髪飾りも大きいリボンですごく可愛くて、楽しい一日でした。あ、私もですよ。ちゃんと見えてましたよ。今日もね、結構たくさんの方来ていただいてたので、後ろの方も見えてましたし、結構段差とかがないから、後ろら辺の方はすごく見づらかったと思うんですけど、ちゃんと隙間からも覗いてくださって、見てるのとかも、そう見えてましたので嬉しかったでございます。3日ぶりショールーム来れてました。今お会いできてよかったです。いや本当にねお話できて嬉しかったですよ。ありがとうにゃんこでしたベルミールカフェに行ってくるよ。タイさんに言ったの。そうやってますよね。谷さんとマダチのね、私もね行きたいなって思ってるんですよね。そう誰か行ってくれる人いるかな違う人いるかな。行きたいんですね。そうこの前マダチに会った時にユナちゃん担当してるキャラがあるらしくての専用のなんか
メニューみたいな教えてくれて、谷さんと一緒にちょっと、ね、食べたいなって思いますね。マナチはその私の生誕あのプチエスキープチカフェ、え、何でかプチカフェさんでしたっけ、あの生誕のねドリンクの飲んでくれてたし、美味しかったです。あのなんか クッキーとかクッキー入ってショコラみたいなちょっと全然伝わらない、ないですよね。なんか今新メニューなのか、あの期間限定ではなかったと思うんですけど、なんか今新しく出てる、みんなそれ頼んでました。ひな祭り食べましたか。あー全然ひな祭りらしいことはですねできてなくて、でもなんかさ、今日ひな祭りなのでちょっとなんか髪の毛まとめて少しだけあのひな祭り感をそこで一応出してみたんですよ。はい、ひな人形とかね写真とか撮れないので、一応そういう意味でもくまさんヘアっていうかまとめてみました。エスコイ当選願ってね。うん願ってます。12日ですか。6日はもうだって寝てますもんね。ありがとうございます。一目酒井さんに誰のホルモルが売り切れてました。嬉しい、ありがたいことですね。言ってくださったんですね、終わった後も。嬉しい、ありがとう。にゃんこ今日はねまだマシ、あ見えてましたよ、前ら辺でしたね。目あんま合わなかった気がする。そうね、そんなことないですか。あとちゃんと会えてたかな。そうくまさんとくまさんヘアだったので、そうなんですよ。頑張ってなんかブーメランをねなんか撮ろうと思って何回もくまさん撮ってたんですけど、なかなかうまく撮れなくて、なんかあのリップのフィルターなんか加工がなんかずれるんですよ。で結局写真を後で加工してストーリーズにあげました。あ、うちは大丈夫でした、バレなかった。本当ですか、よかったですね。危ない、いつもよりこう大きいですね。あ、本当ですか。全然無意識なんですけど確かに大きいかもしれないです。今日もレスくれてオイラは幸せ者です。リリースイベント全部会えて嬉しかったよ。いやね、ほんと全部来てくれて本当に本当に嬉しいです、ありがとうございます。幸せでした。今日はあのねかぶり物プーさんもね見れて嬉しかったですね。ハートくれて、ハート届いてた、あよかった。感想ね、いたみきちゃんおめでとう、すごいですよね。うん、このあとみかん店、このあとみかん店楽しみです。うん、ありがとうございます、嬉しい。今日のライブイベント最高でした。そして今日もよこにゃん可愛かった、あ来てくれましたね。グループトークも嬉しかったです。ちょっとね離れてましたけどちゃんとサイリウムも見えてました。毎日の対面初めてでした。あそうなんですね、そうレン今日一緒だったんです。大きな声したら体が温まったよね、え嬉しかったです、ありがとうにゃん。止まっちゃってくれてたらいいけどな、どうだろう。どうかな。ミスビットおめでたいよね、確かにおめでたい。いやでもなんかそのお昼ご飯をその前に終わった後、あの始まる前に時間がなかったのでイベント終わった後にお昼お弁当をいただいてた後だったいただいたところだったんですよ。だからそんなお腹も空いてなかったんでちょうどなしでよかったです。タピオカが
味噌バラパステルカラーがポイントでしょ。確かにね、やっぱ横ヤンカラーがいっぱい入ってるところはかなりの見どころですけど、どこだろう、他にも。でもあの髪飾りがねない衣装も あるんですよ、その表題曲の中とかでも。で今回はで最近ないのが続いたのかな。そうだから結構メンバーの中であの欲しいねっていう話がよく出ててそうで、それで今回はそう用意していただけたということで、そのやっぱ髪飾りもね嬉しいなってアクセサリーとかいっぱいでかもです、ネックレスに、あ、なんだ、あのイヤリングとか、うん。早い人で5時半ごろ来てた。すごい。いい席取るためですかね。すごい、寒いのに感謝ですね、本当に。ありがとうございます。新旧衣装の横にの壁紙やアイコンでたくさん使わせてもらってます。嬉しいんやんこありがとうございます。ね、私もいっぱいいろんな、そう毎回写真いっぱい撮ってるので、フォルダーが結構もうかなり新曲の衣装だらけですあ、友達が私の写真もらえた。あ、よかったにゃんこー。タウトね、入ってなかったと思います。ん、あー、メール見てくれてありがとうにゃんこー。でもね、本当に嬉しかったですよね、寒いのに来ていただいたり、本当に、うん。そう、なんか休憩時間に今日なんか最近なんかリールもね結構メンバー頑張ろうみたいな、 TikTok も私も最近やったりしてるんですけど、 TikTok さんだからインスタグラムさんのリールってあるじゃないですか、あれも結構なんかね見てくれてる人が結構多かったりするので、なんかそれ用の動画をね撮りやっこしてたりしてたんですよ、あの休憩時間にそうで、なんかああいうのってやっぱなんかこう彼女感みたいな感じの動画撮るとよりいいじゃないですかで、そうマリンのを撮ってたんですけど、私がめっちゃ上手って、そう撮るのが結構上手なんですよ撮られる方はなんか何していいか分かんなくなっちゃって、はあ、変な顔ばっかりしちゃうのでちょっと使えるのあるかなって感じなんですけど、ちょっと私は撮るのがうまいっていうことに気づいたので、これからもいろんなメンバーのね可愛い動画を撮りつつ、私もちょっと頑張って可愛いのを撮れるように今日の動画はちょっと使えるかわかんないんですけど、ちょっと切り抜きながらいい感じに動画作れるようにしてあげるかな、頑張って明日あげたいと思いますだから今日来れなかった方もぜひね見てくださいあと横に会える予定がないのが悲しい。寂しいにゃんこ、それは寂しいにゃんこですええー、小島さんに行けず寂しかったにゃん、うん、泣いてくれてるんですねちょっとリール頑張ってあげるように頑張ります。あとね結構あの SK の公式さんのいろんなあの SNS の方にも今日もリールとか、そうインスタグラムさん載せてくださってたので、私も映ってたので見てくださいすごい、1500回目の方もありがとうにゃーん、どうしよう、すごいですね、ヤンコール頑張ったよ、うん、嬉しいやんこ、嬉しい、ありがとうやん、こんばんは、よしなっていう和菓子や、
菓子も好きだから私も行ってみたい。なんかすごいひな人形みたいな可愛いのもありがとうございます。あ、帽子ね。確かに意外とお天気良かったですもんね。私人、あ、ありがとうにゃーん。京都ヨドバシさんね、このシングルも言ってくださってましたよね。ありがとうございます。私も行きたいんですけれども、なかなかこのコンビ好き。え、俺得ですか。チラシ寿司とハマグリのお吸い物、めっちゃいいじゃないですか。いいなぁ。ひな類が甘くて美味しくて食べ過ぎました。甘いのね、摂取しすぎが要注意です。あ、コーチのラジオもありがとうございます。嬉しい。待って、あれですか、タワーですかこちら。ありがとう、ありがとうございます。タワーも、お待たせしました。4年後ぐらい、5年ぶり、そのぐらい。そうなんですね。私と話楽しかったですか。ちょっと寒いですね。でも今日はカイロを貼ってました。はい、マチャヒオとても可愛い。え、よかった、ヤンコです。え、覚えてますよ、安心してください。撮られるのね。そうですよね、なんか変な顔しちゃうんですよね、なんか恥ずかしくて。でも多分使えるところもあると思うのでですね、明日ちょっと上がったら、あった、あのいいところがあったということで。選曲のフリーポンポン飛んでるのが可愛かったです。でも私その振りやってないんですよね、多分きっと。なんか後ろでこう回ってる人な気がする。まあ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 。ああなるほど、クルスの気分早くね、ああ撮るために、いや感謝ですね、朝一からありがとうございます。あのもういらっしゃいました、なんかそのクルトのその機運を買うためにミニライブはちょっと見れなかったみたいな方もいらっしゃって、ありがとうございます。いっぱい並んで足が疲れたと思うので、本当に皆さんちゃんとね、あのマッサージとかあれだったらしてくださいね。お、あ、お仕事終わりだったんですね、ありがとうございます、来てくれて嬉しかった、にゃんこで1658日連続もありがとうございます。新曲入りのよこにゃんもガキガキしたいにゃんこ、え、楽しみにしてます。わーい、どこにも話したけど、すごく表情とパフォーマンスが素敵でしたよ。お店いっぱい見てくれてたんですね。目で追ってくれてたのかな、ありがとうございます。イベントお疲れ様でした。ありがとうにゃーん、楽しかったですか。ミニライブ中気づいたら横にゃんもずっと目で追いかけてた。本当で、本当にゃんこ。めっちゃ嬉しいにゃんこです、ちょっと見ててね。ああ、2部のグルトの話ですね。ちょっとそれはちょっと困っちゃうやつですね。あ、俺とグレーンだったんですね。おお、いいですね。
あ、そうなんですよ。自撮りがね、見えてましたね、ちょっとね。出張生活も残り10日になりました。早く会いに行きたいです。もう少しですね。もうちょっとあるけど応援してます。私も楽しみにしてるので、気をつけて本当に帰ってきてください。あなたが実は見に行きましたよ。本当ですか。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。よく見えてますよ。この子の気持ちがいつも嫌ですか。いやー、いやーです。コシモンっていうお菓子を作るんだよ。どんなのだろう。どんなんだろう。ちょっとコメントね、ちょっと待ってください。どこまで行ったかな。こう読んだな。ちょっと待ってにゃんこ。火曜日に会えるじゃんか。じゃあ忘れないでください。嬉しい、楽しみにしてますよ。ねえ、青空の下で踊るのも最高ですよね。明日夜通し見てきますね。嬉しい、よろしくお願いします。いいな、私も行きたいです。ラボーツさん、楽しいお店がたくさんやんこ。あ、そうなんですね。私あんま行ったことなくて。行きたい。名前呼びはそうなんですよ。ダメにゃんこです。本日さん美味しかったですよ。皆さんなんかクッキーショコラみたいな。はい、でも甘さがちょっと苦手な方も結構、そう、ナシとかもあるので、ビターみたいな、すごいそういうのが好きな方はいいかもです。1700円でも近くなってきましたね。嬉しい、ありがとうございます。いつも見に行きました。ありがとうございます。ヘッドセットの方が好きなんですね。嬉しい、よく見てくれて。今日めっちゃ雨があった気がする。会いました。ちょっとね、離れたけどちゃんと会いましたね。帽子がね、結構分かりやすいです、いつも。会話の時に子供たちの笑顔の手を振り横にの天使に見えました。嬉しいやんこ。そうですね、ちっちゃいね、お子さんも見てくださったりして嬉しかったですね。今日は可愛すぎでした。やったね、会えて嬉しかった。お話もできて嬉しかった。青空のそばにいてもいい曲ですよね。それは入ってるので、じゃあまた歌わせていただきます。ラポーさんのケンタッキーが食べ放題。そうなんですか。よくやって何ヶ月に1回でやる。でも1ヶ月に1回ぐらいかもですね。そんなに行ってないかも。行ってない時もあります。でもね、ケアは大事ですので、はい、綺麗な髪の毛も保てるように。頑張るにゃんこ。じゃあ今日はアイタイムさせてください。久々のアイタイム。リブもね、行かれたんですよね。寒くなかったですか。大丈夫ですか。気をつけて帰ってにゃん。今日は大富豪です、私。やったーって。嬉しい。今何時かな。富豪ですか。56分なので9時56分だから9時58分45秒、あと2分後ぐらいに
スタートどうですか？22時からの方がいいですか？58分は厳しい。間を取ってじゃあ50ん59分もう22時でいいかどっちがいいですか皆さん間に合わないよって方もいらっしゃるのかな。ね、あと早いにゃんこですね。59分でいけそうですか？間の59分、観戦をよろしくにゃん、ありがとうございます。サバーカ参戦、あ、お願いします。59分でいいかな。ゴールデンベッドタイム時間か。うん、そっか、じゃあ59分で59分45分で、そうですね、ゴールデンベッドタイムが終わっちゃうに始めさせていただきます。大富豪さんのドキドキときめきアイタイム、よろしくお願いします。そうですね、ギリギリのゴールデンベッドタイムなんだ。ゴールデンベッドタイムでやるの久々な気がするこんなにハートをしたの久々だみさん、あと1分後ぐらいですが準備は大丈夫でしょうか。私は今日は大富豪です、よろしくお願いします。会えますように。前回確かね、皆さん会えましたよね、3人。会いたい、会いたいですね。ちゃんと大富豪ですけど、なんか時間ぴったりに押した方がね、なんか良かった気がするので、今日もぴったりに押します。そっか、太田の方が多いから、そっか、そうですね、確かに会えますように、会いたいですね。ちょっと会ったことない方もね、当たりたいですよね。皆さん準備もうちょっとで始まりますよ。大丈夫ですか？10秒切りました。40 41 42 43 44 45、早かったマッチングが。お、何人かな。一人は確実に私推しの方だけど、まあこの方はあれかな、でも見てくださってる方かな。みおまるの奇跡になってるけど違うのかな、どうなんだろう。わっ、うこにゃんビーム、ありがとにゃーん、ありがとにゃんこー。当たらなかったですね。かね、多いかな、多いですよね好き好き大好き、あ、ありがとうにゃん、ごめんなさい、当たらなかった方ごめんにゃん。もう一人の方は外側のカードだけど、何も下なんかついてないからわかんないですね。あんまりちょっと当たる、あ、あれですね、あんまりちょっと今回は難しかったけど、でもお会いできて嬉しいですよ。2人なのかな、1人なのかな、めっちゃスタンプありがとうにゃん。はい、こんばんは。どうしよう、大富豪だけどカードが今回はちょっとですね、あんまりいいですね。マイチニャンコです。よくにゃんのロマンスだから、よくにゃんのパラダイスなります。次に出しちゃえ。これでどうしたらいいんだかな、いいんだかなこれ出して
あ、危ない、反則巻きするとこだ。で、これ出して、あ、これも出しちゃえばいいのか。はーい、ゆきやんビーム、ありがとうございました。大富豪になれました。はい、なったにゃんこ。会えなかったですね。うん、ありがとうございます。頑張れ、横に推しの方、頑張れ。え、この宮丸推しの方は見てくれてる方なのかな。前も当たった気がするんですけど、どうなんだろう。キュンです。スタンプ、あ、終わりました。あーね、ちょっと微妙でしたね。確かに嬉しかったけど、確かにちょっと微妙でしたね。確かにね。終わりです。終わりました。戻ってきました。あ、ありがとうございます。ちょっとあんまり今日は当たれずやってもやってくれた方も、ね、ありがとうございます。当たった方もありがとうございました。大変に落ちました。どんまいどんまいいつも漏れそうでした。あ、よかった、でも押せなくてよかったです。え、本当ですか。もう私ともマッチングしましょうね。対戦ね、ありがとうございました。見守ってくださる方もありがとうございます。また相手もやらせてください。大吾さんのドキドキドキメキハイタイムでした。またやらせてくださいね。じゃあ今日は宣伝タイムやらせていただきます。はい、次は会おうね、会おうね毎回言ってる気がするけど、会おうね。はい、聞いてください。SK48 32枚目シングル愛のホログラムの劇場版特典会のお知らせです。3月16日土曜日の愛知スカイキスポさんが初日なんですが、握手会の3、5部が、はい、まずねやらせていただきますが、5部の完売、ありがとにゃー、嬉しいです、ありがとうございます。3部も残り少なくなってとても嬉しいでございます。待ってるよこの日の握手会の3号部はホワイトデートコーデをさせていただくんですけど、ホワイトデーが近いということで、普通の握手だけじゃなく、まあ普通の握手ももちろんさせていただきますし、ちょっとデートしたいなって方がいてくださったらこの日は私とデートができちゃうという握手会デートです。会場は、はい、愛知スカイキュスポさん待ち合わせなので、遅刻しないようによろしくお願いします遅刻するとおこにゃんかもですねはい、彼氏にも彼女にもなんと慣れちゃうのではい、教えてくださいね。服はでもちょっと彼女の手で可愛い服でもちょっと大人っぽいかもです。大人かわちい服で気合い入れてますので、愛知スカイクスポさんで待ってるよはい、で789部のトーク会はですね、まだまだこちらは、はい、加入していただけるので、はい、この日はニャンニャン警察です。この前も配信で来させていただいたんですが、はい、この日は皆さんと楽しませていただきながら取り締まりもさせていただいてはい、ちょっと怪しい方がいたら圧をかけさせていただくのではい、気をつけてください。そう、
ちょっとねまだ用意できてないんですけど、16日の3本あと15枚ですか。うん、15枚だそうです。皆さんよろしくお願いしますはい、あのちゃんと水鉄砲、まあ、水は入れないんですけど、とかあの手錠売ってますよね、ヨンキさんにあるかな、ちゃんと用意してあのさせていただきますはい、帰国帰国って何ですか D の後に言うんですね。あー確かに DD ですかね私もまあでもね確かに単押しってなかなか難しいと思うんですけど、やっぱね他のだから DD の方がダメっていうわけじゃないんですけど、ちょっと他の子にばっか見てたらちょっとここはおこなので特にはい、水鉄砲でやられちゃうかもしれません皆さんね、十二期ちゃんもねありますので、密告か密告って言うんですねそう今日はひな祭りひな祭りです、気をつけてにゃん。そして3月17日次の日の、ね、日曜日も愛知スカイキュッポさんで握手会サング部東海789部させていただくんですけど、握手会のサング部完売もありがとうございます、嬉しい。この日はシスターニャンでございます。はい、大人かわちいですねこの衣装も、あの懺悔よかったらしに来てください全然他